2023年3月の10日です。いやもう、ケージの中さ。もったいないけどこれ捨てないとダメだよね。そうだよね。はい、今日は、人参第2弾でございます。まあ数日空けてね。そう、特に黄身だよ。前回食べなかった黄身。あ、食べる？あ、食べたと思ったらねねしゃんでしたね。食べる？やっぱ初見は食べないんだな、すずさん。食べるわ。やっぱ初見食べないんだな、すずさんは。お姉さんわかったぞ。君は初見は食いつかないから皿に入れて放置しなきゃいけない子だな。初めて食べるものって大体そうだよね、すずさん。めっちゃ食べるじゃん。光がない。光がない。いや、めっちゃ食べるじゃん。めっちゃ食べますね。いや、もう、あの前回の警戒心が嘘のよう。そっか、すずさんはそういう子か。まあ、警戒心強いのはね、いいことだと思うよ。食べ物以外には発揮されてない感じするけど。美味しい？うわ、どかし方よ、ねねさん。あっという間になくなってくね。まつりさんにもあげなきゃいけないんで、わ、あっという間じゃん。いやーまあね、一本100いくらしたちょっとお高めの人参なんでね。クードンしてるけど。前回あんな食べなかったのに。ドンしてる。欲しい？人参生だからさ、飼い主が手でちぎったりできないんだよね。さすがにね。すげえ必死。目を向いていらっしゃる。美味しいんだね。いいですか？いいですか？おばあちゃんが欲しいんだって。いいですか？いいですか？はい、どうぞ。すげえことになってる。いや、切ればよかったな、横着線と。横着をしてしまいました。丸かじりをしてしまいました。はい、横着線方がよかったね。ごめんごめん、こんな食べると思わなくてさ。特にすずさんね。祭りとねねしゃんだけならそんなにえれえことにはならんかなと思ってたんだけど。めっちゃ食べるっていう。美味しいです？いやー、4分の1があっという間。めっちゃ食べるじゃん、黒いの。美味しい？これ。生の人参ってさ、甘いのかな？いやー、あんまり期待してなかったんだけど、めっちゃウサギ食べるじゃん、人参。まあ、あまり安い人参を与えるなってことですね。了解しました。いやー、こんだけ食べるもんなんだな。でもあれだね、刃物の方が手でちぎってあげられるから楽なんだよね、飼い主的に。
ちぎれないからな、人参。すごい、うさぎ密集地帯。指かじらないでよ。ああ、落とした。そこにあります、そこに。あ、持ってったよ。ちょっとちっちゃくなったら祭りさんにあげようかね。ペロッといくな。1/4、まあ3匹で分けてるからこの量なら許容量かね。はい、というわけで前回人参を食べなかったすずさんのリベンジ人参でした。めっちゃ食べる。